今回の街角県政は、先月ご紹介した百合君正の PR 活動についてさらなる動きをお伝えします。百合君正の発明品の再現や東京での PR 活動など盛りだくさんですよ。幕末明治に活躍した福井出身の偉人百合君正、県では明治維新から150年であり、福井幸せ元気国体大会が開催される平成30年に向け、百合君正を主人公とした大河ドラマの誘致を進めています。その一環として百合君正が考案したとして小説などで紹介されているかまど三岡ヘッツイを県左官工業組合と共同で再現、先月お披露目しました。三岡ヘッツイは通常のかまどに比べ少ない薪で強い火力を出すことができ、昭和10年頃まで福井市芥屋町を中心に普及したと言われています。お披露目式では実際にヘッツイを使って炊飯、3升ものお米が40分ほどで炊き上がり、およそ200人に振る舞われました。ね、今はもう電気釜でばっかり炊いてますから、お釜で炊くのはやっぱり美味しいと思います。普通知らない人が多いので、もっともっと広報を頑張ってやってもらって、そしたらこの話広がっていくと思います。福井県宣伝するためにはいい話になるんじゃないんですか。県内外での PR 活動もさらに広がっています。県内では百合君正は財政分野で活躍したことから、金融機関で君正の活躍を紹介するパネル展を順次開催しています。東京では百合君正がかつて知事を務め、現在の銀座の街並みの原型を作るなどゆかりが深いこともあり、中央区役所で福井の偉人のパネルや義理の邸大尉のレプリカなどを展示しました。さらに君正は熊本県出身の横井湘南、高知県出身の坂本龍馬と関係が深かったため、3つの県のアンテナショップを巡るスタンプラリーも開催しました。現在は百合君正が設立に深く関与したみずほ銀行で君正の功績をまとめたパネルを展示しています。また今月はコミック版日本の歴史百合君正を企画監修した歴史家で作家の加来耕三さんたちによる百合君正に関するフォーラムが開催されます。ぜひご参加ください。福井の偉人や歴史を PR することにより知名度アップや観光客の増加などにつながります。ぜひ偉人の功績を知り、県外のお知り合いに伝えるなど PR にご協力ください。ああ、今度の週末どこ行こうかな。知ってる？そんな時はこれ。え？ほやほや福井？人気のイベントやお得なキャンペーン情報が届く Facebook でほやほや福井を検索。今すぐいいねを。